クラウドファンディングは先見の明のある人々が技術の破壊的な進化に参加するための最も革新的な方法の一つであることが証明されています。同時に参加者はアーリーアダプターとして報酬を獲得します。テクノロジーはまた市場全体を混乱・崩壊させる鍵であることが証明されています。本日は例として従来の伝統的なトレードや投資を混乱させている金融テクノロジーのプラットフォームやピアツーピア経済を混乱させている革新的なクラウドファンディングモデルを紹介します。ブロックチェーン上の革新的なスマートコントラクトであるデイジーグローバルのご紹介。これにより主要なテクノロジー市場からの自動利益報酬に即座に参加し、新興のファイナンシャルテクノロジー企業からのシェアを所有し、全ての分散型アプリから即時に自動的な利益を得ることができます。あなたのスマートフォンで、そしてクラウドファンディングへのわずか100ドルの寄付でようこそ。デイジーへようこそ。デイジーはスマートコントラクトであり、会社ではありません。スマートコントラクトとして、クラウドファンディングモデルとその全ての報酬と約束の整合性が保証されており、企業や個人が侵害することはできません。デイジーは誰もが平等に利用できる分散型アプリケーションです。誰もそれを所有せず、誰もそれを制御せず、誰もそれを変更することはできません。デイジーは完全な透明性と信頼を持ってブロックチェーン上で永遠に生きており、それは世界への贈り物です。デイジーが天才なのは誰もが勝利を得られることです。ほとんどの人はデイジーがこれまでに想像された中で最も強力な紹介プランであることに同意します。このモデルの本当の力は、たとえ一人の人を紹介したことがなくても、すべてのメンバーが平等に報われる利益にあります。わずか100ドルからクラウドファンディングに寄付すると、デイジーの背後にある AI テクノロジーの開発利益を得ることができます。ディセントラライズド AI システムの頭文字から名付けられたデイジーは、実際にはイスラエルを拠点とする AI 開発企業であるエンドテックの創設者兼 CEO であるアナベッカー博士によって開発されています。アナベッカー博士はリテールファイナンスの経験豊富なエグゼクティブ及びエージェントとして300以上のブローカーと仕事をし、 NFA や CFTC といった規制当局と協力し、コンプライアンス責任者としても務めてきました。彼女は有名なテクニオン大学でコンピューターサイエンスの修士号と AI の博士号を取得しています。法令遵守の分野での豊富な経験により、アナベッカー博士は金融委員会の紛争解決委員会からも任命されました。過去20年間、エンドテックのアナベッカー博士と彼女の AI 科学者チームは、世界中のライセンスを持った金融機関やエリート投資ファンドで使用されている強力な AI 取引のプラットフォームを立ち上げ、長期的な結果を文書化し、完全に透明なトラックを提供してきました。ただし、デイジーはアナベッカー博士がこれまでに想像した中で最も先進的な AI 開発プロジェクトであり、エンドテックの歴史の中で最高の収益を生み出すことでしょう。2021年の第四半期までに完全に完了したら、デイジーは現在の開発実績を 400% 倍増すると予想されます。それがあなたの利益、あなたのシェア、そしてあなたの収入がどうなっていくかを想像してみてください。100ドル以上のクラウドファンディングの寄付でデイジープロジェクトの貢献者になると、エントリーパッケージの 50% がスマートコントラクトによってデイジーファンドにすぐに預けられ、デイジー AI の開発と強化のためにライブで開発利益を得ることで使用されます。開発寄付額の目標額は約500億円です。あなたが参加できる貢献レベルは全部で10あり、パッケージの金額は100ドルから2倍と増えていきます。貢献レベル8、9、10の場合、70% が開発アカウントに配置され、さらに高い開発益報酬が得られます。開発はすぐに開始され、生成されたすべての利益の 70% が各メンバーに均等に配分されます。
開発利益の 15% が DayZ コミュニティ全体に還元され、開発利益の 15% が DayZ 開発チームに使用されます。開発が完了すると各機構社は引き続き開発プラットフォームの恩恵を受けるか、追加の報酬としてクラウドファンディング機構のアカウント部分を受け取るかを選択できます。アナベッカー博士の次世代 AI テクノロジーは DayZ メンバーがクラウドファンディングを行う最初のプロジェクトです。 DayZ AI の将来についてアナベッカー博士がどのように言ってるかをご自身で聞いてください。これまでこのカテゴリーの高性能 AI テクノロジーは大多数の庶民に提供されるものではありませんでした。 DayZ とこのユニークなクラウドファンディングモデルのおかげで、世界中の誰もがわずか100ドルを寄付することで公平に利益を得られ、シェアおよび収入を受け取り始めることができます。クラウドファンディングの寄付者になると、権利収入的に自動的な開発からリワード報酬を受け取るだけでなく、エンドテックが公開される前にシェアを取得し、一人も紹介しなくても紹介プランから即座に収入を得ることができます。わずか100ドルからスタートできるのです。スマートコントラクトの力を利用して、DayZ グローバルはリアルタイムで即座に支払われる独自の紹介プランを開始しました。これはオートマティックにスピルオーバーが発生するフォースドマトリックス、リーダーにはインフィニティボーナス、チェックマッチングボーナス、チームからの権利収入、開発利益ボーナス、さらにはシェアと収益分配ボーナスを備えています。そして最良の部分は未来です。紹介プランのトップの位置はコミュニティに利益、公平性、収入をもたらす画期的なテクノロジー企業やプロジェクトをサポートするために使用されます。エンドテックの分散型 AI システムは DayZ が資金提供する多くの企業やプロジェクトの最初のものです。つまりエンドテックのシェアを手に入れる権利は期間限定です。紹介プランからエンドテックへの1000万ドルに到達したら、寄稿者へのシェアオファーは終了します。開発用のライブアカウントが5億ドルのテストベンチマークに到達し、 DayZ AI システムが完了するとクラウドファンディングのフェーズ1が終了し、フェーズ2を発表します。 DayZ 紹介プランの詳細については次の動画をご覧ください。今すぐ行動を起こしてください。今日 DayZ をたった100ドルから始めて、この素晴らしいコミュニティでクラウドファンディングの旅を始めましょう。あなたは後で自分を褒めたくなるでしょう。DayZ sequence initiated. Activating DayZ referral system. Endotech systems active. DayZ fund activating.Uploading DayZ smart contract to the blockchain. DayZ AI initiating. Artificial superintelligence systems appear to be functional and active. All systems ready for DayZ launch. DayZ A1 rocket. Ready to launch in T-minus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.1. DayZ A1 has liftoff. Activating DayZ Global Network. DayZ Global Network online.All systems active.